さあ先ほどの試合、まだ前の試合の選手がリング内に残っているという状況で、いきなりデフラードの2人が乱入してきたということになりました。波乱の幕開けとなりましたこの試合です。さあこの序盤の試合というのは、カードが果たして相手が誰なのかというのがまだ分からない中で、さあ入場テーマがかかって選手が入場してまいりました。富山ラブ、そして吉岡誠輝、その2人の姿が今見えました。すでにリング内に入場し終わっている西陵寺、勝間、高本、その対戦相手は富山ラブ、そして吉岡誠輝、この2人がタッグを組んでこのタッグマッチに臨むということになりました。荒々しさ十分。さあ吉岡誠輝、そして富山ラビー、さあ今仕掛けていきました。西陵寺と勝間、高本、今ゴングが聞かれました。さて解説の新井さん、はい、先ほどの試合終わったばかりで、前の試合の選手がリング上にいる中で乱入してきましたね。そうですね、あのデスペラードの2人が、ね、入ってきましたね。お前ら邪魔だ、どけとばかりにね、もう2秒経ってもいられない、はい、待ちきれなかったというところですかね、はい。まあ、そこでマッチメーカーの曽谷選手が、はい、だったら俺が相手してやろうじゃないかってことですよね、これは。なるほど、はい、今回は曽谷学、そして吉岡誠輝、この2人がタッグを組んだということになりました。リング上は和真、坂本、そして吉岡誠輝、この2人ということになりました。はい、ダビングのボディアタック、この吉岡誠輝も非常に今あの勢いがありますよ ね、 あのカズ選手からねシングルで勝ったりとかもねしてるんでね。1月末の後楽園ホール ね、はい、そうですね、後楽園ホール、まあ、非常に今伸び盛りの選手ですよね、非常に動きも速いので、はい、まあ、これからのレスルワンをねあの背負って立つ選手になってもらいたいですよ ね、 そうですね。今日はそのあたり小山ラブも期待するところというところあるんでしょう、はい、まあ、そういう期待を込めてのパートナー抜擢じゃないですか、さあ一方のデスパラドの2人、西陵寺が高々と抱え上げて、まだボディースラムにはいかない。いやこれ持ち上げられている選手側にとってはまああの対空時間というんでしょうか ね、 うね、あの時間帯は嫌でしょうから ね、 ね、あの気分というものはねちょっと想像、ね、できかねますけども、すごくなんか嫌な気分だと思いますね。さあここではまあものすごい角度からボストンクラブへと入ってきました。そして全体重を浴びせるようにどっかが座り込んでというような対戦になりました。苦しい表情になっている吉岡誠輝、対する西陵寺、そして和真坂本、このデスプラードの2人は、はい、新井さん、はい、先日後楽園ホールで TNA 世界タッグ選手権の挑戦者決定戦、これ破れたんでね、まあ、その鬱憤を晴らす試合になるでしょうね、これは、はい、そういったあたりもこの一戦にぶつけようというところでしょう。あ、ここは高々とリフトアップ、まあ、デスペラードは本当にパワーで一気に流れ変えちゃいました ね、 そうですね。いやまるで物のように軽く前にぶん投げたといったところでありましょうか。さあそして西陵寺から和真、坂本へとタッチが交わされました。このあたりはどうでしょう、新井さん、この時間ちょっといたぶっているかなというようなね、そうですね、はい、印象ですかね、他体勢入れ替えていく、はい、まあ、このデスペラードの2人というのは2人とも世界を見てきた選手なんでね、和真、坂本選手はね WWE だし、はい、あの西陵寺選手はねあの元若手時代というかあの格闘技の方のね修行もしてますんでね、海外で。そのあたり、まあ、リングを問わず、そして国を問わず、まあ、まさしくワールドワイドということですからね。まあ、それがレスルワンの一つのテーマでもあるんですけども、そうですね、はい、旗揚げの時に掲げていましたもん ね、まあ、そうですね。ただこのデスペラードはね本当に悪いチームですからね、はい、このあたりはもうレスルワンには欠かせない一大勢力になりました。このあたりがどういったこれからレスルワンにおける、まあ、ムーブメントをさらに起こしていくのか、はい、そうですね、まあ、ボスはね河野正幸選手なんですけれども、まあ、この後出てきますが第2部の方で、はいはい、このあたりも注目というところになるでしょう。さあ今度は鈴が入ってきた、いやここはワイルドにね行ってもらいたいですね、このあたりはもうようやく俺の出番かと、はい、行ったところで、おワイルドゴールド、あワイルドゴールドよくですね。あそしてぶち当てていきました、ワイルド。いやここはねもう本当1年ぶりの瀬谷選手にとっては両国なので、あのちょうど1年前の両国の試合の時から欠場してるんですよね、その後に、はい、で約11ヶ月ぶりに先日復帰して、はい、
まあ、マッチメーカーになってからは2ヶ月経ったわけですが、まあ、本格選手として復帰してからこれから本当の手腕が問われてくるんじゃないですかね。なるほど、はい、そういった自分の色というものをどうこのリング上の、まあ、マッチメイクで見せていくか、それも一つ、ね、楽しみなところ。デスペラードとの駆け引きというものが非常に、ね、注目されると思いますね。あ、ここは投げ返すか。両者が力比べをそれぞれやるが勝るのは太陽島サッカー。さあここでタッチが交わされる。この辺りの連携も速くなってくる。さあ田島が飛んでくる。姿勢を当てながら真正面から行きました。おー学ぶ声を立てよ。この辺りをおちょくるような、そんな言葉を浴びせる田島。さあそしてやっと捕まえたスピア。ここで吉岡も入ってくる。さあ今度は赤コーナーサイドの2人、相手を分断しておいて、まずはガン、ここは一つかわされた。エボで現役、あと側頭部、ここは的確にヒット。さあフラフラになっている状態から、ここから力づくで持ち上げていく、ぶっこ抜いていった。この辺り持ち味十分。カットになんとか間に合いましたが、持ち味それぞれ出てきましたからね。そうですね、はい、まあ、ソヤ選手はね、本当にあの復帰から間もないとは思えないぐらいワイルドですよね。さあ場外では吉岡が飛ぶか飛ぶか、飛んだ、飛んでいった飛んでいった。そしてリング内でも抱え上げていた。落としていく。でそれ固めていく、返していきました。ここもなんとか決めるぞ。返していった。さあ決めに行くか、それは決めに行くか。いやー気合入ってますよ。決めるか、ワイドに決めるか、ワイドボンバー、渾身のワイドボンバー決まりました。カウントは3つ入りました。富山ラブ吉岡聖輝対するデスパレード西陵寺和馬坂本、この試合最後はソヤが力づくで相手をねじ伏せた。その一方でこの吉岡がいい、そうですね、サポート、ね、はい、しましたね、はい、まあ、あのソヤマッチメーカーの復帰祝いのような、ね、会場でしたね。そうですね、はい、まさしく自らこの両国においての復帰、これを、まあ、宣言というようなファイトを見せました。いや、そのすがすがしいそんな気持ちに溢れているでしょう、リング上。このレッスルワン初の両国国技館大会、完全にここ両国、武藤ジャパン VS 優越軍 TNA 対抗戦、序盤から熱を帯びたその戦いがすでに始まっています。まだその興奮冷めやらぬ、自らその勝ち名を受けた優勢の姿がありました。